こんにちは。あ、ジュース。今日はありがとうございます。はい。今日はどうだ。もう審査終わった。はい。終わりましたよ。決裁実行委員会が3人の審査員選んでこう見たときに、あ、面白いなと思って、なんか3人と同時に会えるのってちょっと楽しみにしておりました。はい。僕も楽しかった。我々3人とも未知との遭遇みたいな。ね。面白いですね。ね、賀来さんどうですか。芸大、まあ身体表現とかね、空間使ってパフォーマンスやる学生ってもうすごいどん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 増えてるような気がするし、まあ自分たちでそれ映像撮ってね、編集したりとか、まあそんなにこう垣根なく体が動く世代だよね、絶対ね。うん、あの今日もバラバラで良かったです。あ、サンプル全然違う、うん、作り方から考え方から違うし、うんうん、それが良くて、うん、今日もね、いろんなあの学部、学科またいだプロデューションやってたけど、うん、なんかそれ残ってくるのがすごいいい感じですね。芸大って音楽学部、美術学部があるんだけども、まあ、身体表現になると本当関係ない、ね、そこが混ざってくる面白さあるよね。最初のグループとかはね、ノイズ、うん、ノイズ、うん、ノイズ系っていうんですか、そのものを壊しながら、音出す。で、なんとなく頭では分かってるけど、それをやる、うん、それを行うパフォーマンスは、僕はある意味初めて。うん、近藤さん、松井さん、芸祭は何度前は、実は今日初めて。初めて。はい。うん、近藤さんも。僕も初めて。結局、来てないですね。松井さん、どこで、玉美で舞台美術勉強したってこと？玉美でグラフィックだ。グラフィックで、あとは現場なんだよね。そうですね。一応、ロンドンでセントラルスクールって、うん、1年間だけ、いわゆるシアターデザインコースっていうのをもらったので、うん、そこで、まあ、1年間だけ勉強して、うん、ただまあ、その元は劇団四季に1回入ったので、うん、まあ、現場で学んで、っていう感じですよね。うんね、だから芸大も、芸大というか日本の美大なんかもパフォーマンス学びたいとか舞台美術学びたいとか、最近だとファッションやりたいとかっていう学生もやっぱりすごく多いけども、例えば高校生の時にどこの大学に行ったら勉強したらいいんだろうかってなるとやっぱりないんだよね、少ないんだよね。変えていくっていうかアップデートしていく必要はあるなと思うけどね。そういう芸大というとも、舞台美術家っていうのが生まれたりする可能性ってあるの？あるとしては、まあ、賀来さんのね、長嶋先生のいるところ、まあ、舞台美術家というか、音楽環境創造家っていうところで動いてて、空間と音楽とっても、当然そこには時間が出てくるからってことでね。出来事系というか、実演系でも、オーナー領域みたいなところで、パフォーマンスしていたりとか、まあ、演劇だったり、ダンスやりたいっていうのも、まあ、いますしね。でもちょっとさっき出てましたけども、やっぱ結構全部あの、なんだろう、自前でできちゃう人たちがいるってすごいんですよね。装置からそうです、作曲もだし、あの結構近くにあの全部作れる人たちが、何かしら作れる人たちがいて、そこうまくつながるといろんなことできちゃう。あの外に頼まないんで全部自前でできちゃうっていう、なんかその感じは面白いですね。じゃあちょっと案内しましょうか。今ユガの4年に在籍中でして、パフォーマンスってこう一回やっちゃうと本当にやりっぱなしになっちゃうっていうか、その場で例えばじゃあ人呼んでチケット代取るとかして、じゃあプラスマイナスゼロまで持っていけるかっていうと結構厳しいんですよ。材料費にじゃあプロジェクター買いましたとなったらもうかなりのマイナスも出てしまうし、でじゃあどうすればそのプラスマイナスゼロぐらいまで利益出さないまでもできるかなと思って、そしたらやっぱ物に変換するしかないってなったんですよ。でもやっぱみんなそんなカメラマンの知り合いで格安でやってくれる友達いるわけじゃないから、じゃあみんなで集まって共同で
やって撮ってもらって一緒に編集したり企画考えたりすればみんないいじゃんっていうか、パフォーマンスのテーマ性は別のメディアでも伝えることができる可能性はあるわけじゃないですか。なんかそこに寄り添ってやりたいというのが私たちのプラットフォームの特徴でございます。ありがとうございました。ちょっと長くなってます。それのイベントの今までのやつを展示してるという感じになります。近藤さん、はい、今の彼女の、いや彼女の喋り方が良かったですね。ああね、喋り方。そういやまっすぐ言いたいことを言って言ってるんで、うん、で僕もその、うん、パフォーマンスの、まあ、舞台っていうね、こういう形だと舞台っていうので、うん、いろんな人がこう関わるのは一つの提携があるけど、きっと今こうやってるプラットフォームみたいなのはやっぱりあの、まあ、メディアも増えてるので、なんかそのそれの総合体が新しい形で存在するので、それを探してるところはむちゃくちゃなんだろう、現代的だし、 それを自分で、今こうやっぱ開拓しているっていう目つきがあるので、うん、目つきあるね、うん、私から見たら未来人って感じで、うん、それこそパフォーマンスをこう残すっていうことが違うっていうふうに思い続けて生きてきてる人間からすると、いや、そうじゃないだろう、うん、そうですよね。本当にもうそれをどう次に持っていくかっていう全く新しいアイデアだから、次の世代っていうかもう未来からやってきてる感じがしてすごい、ね、はい、かくさん、いや、僕パフォーミングアーツの方 で、ね、パフォーマンスアートと微妙に考え方違うんだけど、だけどやっぱりその記録とかの問題ってものすごく今大事 ですごい試行錯誤で進んでます。あのこの間映画のカメラマンの人が言ってたんだけど、舞台の記録撮影とあと映画の撮影でやっぱり同じように俳優が演技してるけども何が違うかって言ったら、舞台の記録の方はカメラマンの自分がいなくてもこれは起こっているんだけど、映画の撮影の方はあのその自分がカメラを回してなければこの演技は起こらない、もうそこは決定的に違うっていうことを言ってて、飯岡さんっていうあの映画の撮影の人なんだけど、なんかちょっとその辺から含めてあのその記録をするっていうことまで含めて何をどうやっていくのかってあのすごい大事な試行錯誤だと思います。でそれをあの自分たちで立ち上げてるっていうのはすごいいいと思いました。芸祭はこういう感じのあのものがこうリアルな感じの進行形のものがこう直に味わえるっていうのが芸祭のね、まあ面白いところ、いいところで、ありがとうございました。はい、松井さん、良平さん、賀来さん、どうもありがとうございました。あの今日は審査もしていただいて、なおかつちょっといろいろその後、ね、それぞれの専門性のところでお話も伺って、こういう空間ね、芸祭だから味わえる時あるからね。これが授業でなんか好評に来てくださいってなるとまた全然やっぱりちょっと硬くなるよね。この授業の中での好評になっちゃうと。でもこれ本当学生が自主的にやってるものだから、全く本当企画から全部含めてね、だからなんかもっと生々しい元気な学生たちの、はい、雰囲気が味わえるかなと。はい、今日はありがとうございました。